では行ってみましょう。先攻アヒル高校武器オーティメルファイト。そしてね、会うのは久しぶり、あの時高校で勝ったからちょうどいい。こっち先攻、またもテンションアップ、またもテンション言わせられる。画面に見づらい、俺はローカルプレイヤー、東京のやや東、東京そっち神奈川、またも頭の長さを揺らして遊ぼう。何言ってるかわからねえ、ビートメーカーが作ったビートをしっかり聞け。今日耳元で言うことでもねえけど、ちゃんとしろ。今日走る、お前は息吹きかける、言葉できるこのバンバー、その笑い笑みマジ脱走。お前さ、だいぶ前にさ、俺のダバリーズで負けたんじゃなかったのかよ。毎回もうまた方が前だけ、ええとかしないでいい。俺は意地にいらないから、意地に岡田みたいにベロ回す。俺は変態かもしんないけど、限界はないからずっと続けるよ。いやめっちゃかっけえ、まあそれひどい、まあ認めるぜ。でもお前も普通に負けてた、 DJ に感謝しろ、普通に負けてたぜ。このフラフラ嫌なこと言った、東京の心理いない MC がここに来たら、この決意は今日組ぶらせみんなエブリバー。終了ってとこですけど、もう一回やろう。すいません、いいですか、ちょっと。まあ今のもね、正直ミートが止まったからしょうがないっていうのももちろんあるんです。でも現場っていうのはもろ本場でフリースタイル即興しに来てネタを披露しに来てるわけじゃないんで、今ので勝敗をつけるわけにはでも僕もいきません。なので先攻後攻はこのままで、ユタ君にもう一度流してもらいましょう。皆さん異論ありませんか？いやーまあ、では改めていってみましょう。先攻アヒル高校武器オーツルファイト。頼むから名前いじりやめて、俺のテンション下がる、いつものようにやろう。お前俺の当たると分かってて、アヒルって名前で考えて、フロアを歩くってこともないから、俺も先もするっつか夜の街、俺はしっかり歩くんだ。これは三角じゃない、バカを冬を超える多いんだ。俺は人は別に下手じゃねえ、言いたいことあるから言ってんの、それの何が悪い、言ってることが響かねえ、いつも同じラップだな。今日説教くさくてマザファッカー、そして葉っぱ捨てやラッパマザファッカー、嫌なことやった。でもさ、今日漫画ドラよりもよい生のラッパー、いつも同じって。俺とお前何回会ったっけ？3回ぐらいだからラップもそんなやってねえし、しかもお前言ってることいまいち、煙たい街だよ。俺はシバシティ、でも大丈夫、俺はノンスモーカー、大丈夫、俺はやってるぜ。自分の白と黒のチーズのアップ、隠し場所はもちろんデニムの裏。そんな言ったりデニムの裏、あんた何言ってんの？もう言ってること先輩、自分がやってないならばお前は言うぜ、射程圏内、宴会だったレッパー、縁がバレる、マジで達成、マジで達成、中指まだファッカー、安い中指でごめんね。終了。では判定いきましょう。成功アヒル、高校ムーク、そしてムークアヒルに大きな拍手。